Herzlich willkommen hier zum Finale Teil 2 von Ultimate Ninja Storm 4. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Genau, hier sind wir in Teil 2 des Finales, das endgültige Ende. Naruto und Sasuke, die Träume zweier unvergleichlicher Krieger. Beide waren aneinander gewachsen und hatten einander dazu gebracht, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie waren auch gemeinsam gegangen, hatten Freunde und Leid gebracht, Furcht verbreitet und emotionale Bande geschmiedet. Doch ihre Träume begannen sich zu verändern. Sie trennten sich, wurden zu dem Ninja, der sich auf seine Verbündeten konzentrierte, und zu dem Ninja, dem die Revolution über alles ging. Welcher Ninja-Weg setzt, kann sich durchsetzen? Dieser Kampf wird der entscheidende und letzte zwischen Naruto und Sasuke sein. Da würde ich mal sagen, legen wir los. Träume zweier unvergleichlicher Krieger werden wahr. Die Träume zweier unvergleichlicher Krieger werden wahr. Natürlich alles komplett spielen. Mal sehen, ob ich diesmal S-Rang erreiche. さて、わしも向こうに戻ることとする。だが、別れる前に聞いておきたい。ナルトとサスケ、我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか？答えは変わんねえよ。仲間を守りたいってのは、昔からの俺の望みだから。 そうか。あ、そういや、無限つくよみにかかったみんなはどうなるんだ？俺っては早く助けてやりてんだけど。技術のやりかたは簡単だ。美獣すべてのチャクラを持つナルトと、輪廻丸を持つサスケが、互いに根の因を結びさえすればいい。 なんだ、意外と簡単なんだな、サスケ。ああ、良いのか。あの時のお前の答えは。奴らを解放することは構わない。ただまずはこの無限月読みの中、今の五影どもを処刑してからだ。なんだと、サスケ。 お前はまだ復讐を望んでるというのか？サスケよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？お前の正直な考えを聞きたい。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり里を変える。 そのお前の言う火影とはどういう意味だ？そんなに知りたきゃ教えてやる。確かにかつての俺はただ破壊を望み復讐だけが目的だった。だが今は違う。破壊し、そして作り直すのさ。闇を抱えぬ里を、 世界をな。詰まるところ、俺の掲げるものは、望みは革命だ。うわっ！ これが必ず助けます。少しの間辛抱してくれ。これで邪魔者はいなくなった。お前以外はな、ナルト。 うまくいかぬものだ。結局はインドラとアシュラと同じ道を歩むのか。
いや、兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。 場所を変える。お前ならわかっているな。私には、私には。 どうすることもできないって本当は分かってる。サスケ君をこんなに思ってるのに、大好きなのに、寄り添うことも差し違えることもできずに、こうやってまただこねて泣くしかできない。みっともないよね本当。でも少しでも私のことが心の隅っこにあるなら、お願い、もう遠くへ行かないで。お前は本当にうざいな。 助けたかったんだ。ずっとお前に殺されかけたこともあるこの子が今でもお前のことを思い涙を流すのは、お前を愛して苦しんでいるからだ。 失敗した過去の縛りなのかもな。サスケ、約束したんだ。昔さくらちゃんと、サスケは絶対連れて帰るって。先生、俺の人道はもう知ってんだろ。 行ってくっつ。ああ頼む。親も兄弟もいねえてめえに何が分かる。初めから一人きりだったてめえに俺の何が分かるってんだ。 やっぱここかよ。懐かしいな、サスケ。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それに火影だってお前には渡さねえ。お前は火影が何なのかまるで分かってねえ。俺の望みは革命だと言ったはずだ。 俺の言う火影はお前のそれと全く違う。内派いたち、影に生き、影から里を守りきった兄の生き様はお前も知っているだろう。
俺の思うほかげとはまさにそれだ。闇にいようと里を思い、一心に憎しみを受けようと平和のために行動する。そのためならいかに己の手を汚そうとも構わない。そこで生じた憎しみは俺が引き受ける。俺には父も母も兄もいない。ただ一人だ。全ての憎しみを一人だけで背負うことができる。そう、俺の言うほかげとは、五かげ全ての闇を己の炎一つで焼き尽くし、その灰を食らって生き続けるものだ。お前はイタチの生き様を分かっちゃねえよ。一人だけじゃできねえこともある。カグヤとの戦いもそうだったろうが。それはうまくいくだけじゃない。この二体の石像のように、そしてあなたたち兄弟のように、結局今この世界に必要なのは革命だ。これまでの過去の闇は俺が処理し、真っ白な未来を一から始めていく。お前は第七班の思い出も全部切っちまうってのか。そうだ、俺は過去を切り捨てる。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。第七班や仲間たちがいるから前に進んでこられた今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうすればいいか分かってんだろ。Wird Zeit für den allerletzten Kampf. Vernichte Sasuke. Mit mehr als 50% Gesundheit gewinne einen Feind, der an der Wand klettert, zu Boden werfen. Einmal mit wandorientierten Ninjutsu Angriff treffen. Und einmal mit Gegenangriff treffen. Los geht's. Zeit unserem besten Freund mal gehörig was zu treffen. So sieht das wandorientierte Ninjutsu aus. お前を連れて帰る。今度こそ。
約束を守る。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。Das war der erste Kampf zwischen den beiden. Und es geht weiter. Auf dem harten Sand zu landen muss doch wehtun, dass der kein Genick gebrochen hat. Alter. どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いやこれまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していた者を、憎しみに包まれた者、他里を拒んでいた者も、痛みを抱えていた者もだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど
お前なら造作もない。そうだろ。なあに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルトからだよ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるのだ。目に炎を灯せ、雄たけびを上げろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前なんでだよ。何度も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 、なんで、お前は何なんだよ。お前は、お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前を一人になんかしねえって言ってんだ。てめえはこんなになってもまだそれを言うのかよ。もう分かったはずだ。俺はそっちに戻る気は、俺が諦める気がないのも分かってるはずだ。もうお前に何を言われてもこの意志は変わらねえよ。俺はお前に手を伸ばし続けてやるんだ。最後まで、届くまでな。俺の意志も変わらない。俺はお前を斬る。これまでの道を終わらせるために。俺はお前を諦めねえ。これまでの道をずっとつなげておくために。お互い、もう残された力は少ない。そう、これが本当に最後だ。Tja, die letzten Blätter sind gefallen und die beiden Ninjas, die stärksten der ganzen Ninja-Welt, kämpft zum allerletzten Mal. Das ist jetzt endgültig der letzte Kampf. Ja,
流れは切れやしねえってばよ。つながりを許せんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほどお前を悩ませるんだ。なんだろ、一番めんどくせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切り上げられ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟のためにつぶってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちゃうんだよ。お前が一人にならないようにずっと考えちゃうんだよ。お前は今すぐ助け、お前も知ってんだろ。昔、酒のみんなに嫌われてたことが、俺の昔は酒のみんなを恨んでた。一歩間違えれば、お前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれない。さあ、俺はいつも聞けた。Das ist der Kampf, nach dem Sasuke dann so fährt. 同じようなやつがいるってのに。Jeder, der es gesehen hat, weiß es. Ich gehe jetzt immer weiter in die Vergangenheit zurück. これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうか俺は変わらない。お前も里の奴らも一人残らず全員で殺す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかならねえ。そのどっちでもねえよ。なんだ、敵は一体何がしてんだ。キノックス、以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を嫌がらせるんだ。あと昔からだ。昔から変わらないお前の状態だ。クソ、そうな、お前は、やめろ！
いつもバカしやがって。目に入るだけで目障りなんだよ。お前は俺の真似できねえだろ。上司もそれ。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。全然思わないってばよ。お前こそいつもチリチリしやがって。見るだけでイライラするかってばよ。ああ、もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だけって見てんだ俺。勝手に混乱しやがって。意味わかんないやつだな。やっと気がついたかよ。
見ての通りだ。あまり動くと傷が広がるぞ。そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる。俺は闇に入り全てを切るために力を得た。どんな奴でも当然そんな俺とのつながりを一度は切ろうとした。だがお前は俺を決して切ろうとはしなかった。なぜそこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。友達だからだ。友とはお前にとってのそれは一体何なんだ。そんなの口じゃ説明できねえよ。ただお前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこ見てっと、なんでか俺がいてえんだ。すっげえ痛くて、とてもじゃないけどそのままほっとけねえんだってばよ。常に一人でいるのは知っていた。俺と同じで里の皆に阻害されていたな。お前は俺と違いバカなことをして他人に関わろうとしていた。最初はそんなお前をくだらないやつだと思い弱いやつだと思っていた。だが心の底ではお前が気になるようになっていたんだ。そして互いに成長し俺とお前は同じ班になっちまった。おかげになりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし互いに強くなっていくのを実感した俺はいつしかお前とも戦いたいと思うようになった。そして俺は七班に己の家族を見るようになっていった。だからお前の苦しむ姿を見るたび、そう、俺も痛かったんだ。お前の痛みが分かったとき初めて仲間と思えた。だがその反面急激に強くなっていくお前を放っておけなくなった。お前は俺にはない強さがあった。いつも俺の前を歩いてやがった。まるでかつての兄さんのように。今日だってそうだ。お前は まだ体を動かすのは無理か。せっかくお前をぶん殴って目を覚まさせてやりてえのによ。こんなになってまだやる気かよ。足りねえだ。何度だって認めてやるよ。は？俺の負けだ。負けとかそんなんじゃねえよ。ダチが拗ねてっから一発ぶん殴って目覚まさせてやろうって話だ。なあナルト、俺はお前を認めちまった。ここで俺が死ねば陸道仙人の時代から続く戦いの連鎖は終わるだろう。
これも一つの革命だ。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。お前がそれでよくても他の者は納得しない。ったく、それ以上ぐちぐち言ってみろ。またぶっ飛ばすぞ。俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。これ以上同じこと言わせんな。お前は一体何なんだ。友達だ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。つうか、お前の方はまだ分かってねえのかよ。そういや、お前も意外にバカだったもんな。やっと戻ったね。Mit neues Leben Naruto und Sasuke. Wieder nur Aran erreicht, aber egal, ich werde es auch versuchen. Wird schon irgendwann klappen. Ja, leider ist jetzt nicht zusammenhängend gewesen, wie als ich es zum ersten Mal gespielt habe, aber da wusste ich auch nicht, dass alle Szenen blockiert sind. Egal, jetzt geht's weiter. Mitwirkende. Die kann ich ja am Ende ranhängen, weil die relativ uninteressant sind. Allerdings ist da eine Zusammenfassung von allen Spielen, beziehungsweise der ganzen Geschichte von Naruto. Die könnt ihr dann am Ende sehen, die werde ich hinten ranhängen. Aber jetzt erstmal weiter die Geschichte von Naruto Uzumaki. Die Hände sind eigentlich auch nicht schwarz, sondern komplett futsch. Wird bloß hier so gezeigt. Katzteno, Oretacho.孤独で愛に飢え憎しみを募らせたガキだった。俺たちは互いに違う道へ行き戦った。だがナルト、お前は決して俺を切らず、ずっと俺の心に近づいてきてくれた。
俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのに、お前は俺のことを友だと言ってくれた。そしてどんなに傷ついても俺を友として止めてくれた。お前のおかげで俺は救われた。いがみ合ってたちっぽけな俺たちが今は互いの心を痛み合うことができる。このことは俺たちだけじゃなく、もっと大きなものにも言えることなのかもしれない。ま、はっきり言って本来ならお前は強制的に投獄される身だったから、お前が免責されたのは無限つくよみ解除の功績も大きいが、六代目火影が俺になったことやナルトの嘆願によるところが大きかったこと忘れないように。これからはあまり無茶しないでよ。俺の責任になっちゃうから。ああ、すまない。どうしても行っちゃうの？今の俺ならこの任界が、この世界がどう見えるのか知りたいんだ。あの、私もついていくって言ったら？罪を償う旅でもある。お前は俺の罪とは関係ない。関係ないか。また今度な。ありがとう。お前まだこんなもん。これを返す。お前との本当の勝負まで取っておいてやるよ。だがお前のようにはなかなかできるものじゃない。そう簡単にはいかないだろう。それは祈りにも似た思いだ。それでもそれができるまで耐え忍んでいく。その様を任された者たち、それが俺たち。ナルト、忍者なのかもな。Enge Bande Ende. Enge Bande Ende. あ、創世に始まり大続きを経てもなおやむなく続く連鎖がある。忍びとなり一族となり里となった糸まですら、戦乱は絶えることなくなおも高ぶり、そして憎しみは広がる。かくてかの二人もついに立ち戦い続けた。されどわずか一人が忍びの者、連鎖を断ち切り先を開く。友を作り友を追い友と挑み友と結ぶ。その意志はやがて忍びを包み、世界を包み、憎しみを包み、新たなる道を示すものとなる。ここに忍びの道極めし忍法帳は成就に至る。
今こそこの書に名を記そう。その名は渦巻きナルト物語。Und es geht auch weiter hier in eine neuere Generation, das neue Zeitalter, Knospen. この葉舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし、またこの葉は芽吹く。Das neue Zeitalter. Ende. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Das Ende. Und als letztes die Mitwirkenden.